ハロロー、ヒロヒロー、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロックでーす。あんなこといいな、こんなこといいな、あんなこといいな、こんなこといいな、どっちにしても、どっちにしても、ああ、とっても大好き、ドラえもん。今回は、チョコエッグ、ドラえもん。チョコエッグですね。チョコエッグのドラえもんです。こんな感じです。パックはこんな感じで四角いですね。ドラえもん、なんとね、ドラえもんが、チョコエッグドラえもんムービーセレクト2っていうね、タイトルなんですけど、50周年ドラえもん、歴代映画からセレクション、どのドラえもんに会えるかな、まあ、ここに書いてあるんですけど、ね、いろんなドラえもん、50周年です。いろんなドラえもんがね、書いております。でも、逆にはね、こんななんか、ぬいぐるみが書いて、なんかぬいぐるみ全4種類が当たると、抽選ですね。要はチョコエッグのおなじみシリーズです。僕ね、あのチョコエッグはね、あの小学校以来かな、あの小学校以来にね、ドラえもんじゃなくてスーパーマリオを集めてたんですよ。スーパーマリオ、まあ部屋にね飾ってあるんですけど、一度もね、僕ね、あのシークレットが出てこんくてね、シークレットが出ないんですよ。シークレットが出ないんですよ。だからこのなんかドラえもんなんかシークレットなんか全種プラスシークレット一種として、もしねシークレット当たったらすごいと思う、僕すごくないって思うって言うんですけど、チョコエッグドラえもんです。まあ、他にもねいろんな種類があるんですけど、じゃあドラえもんいきます。さあ何が出てくるか。エッグ、エッグ、エッグ、おなじみのねチョコなので、結構うまい。あちん。カプセル、ピンクですね。で、チョコは中はホワイトですね。で、外側はチョコ。でも結構美味しいですね。ミルクチョコレート。3、2、1、パカ。なんだこれ。なんだこれ。なにこれ。はい、こんな感じです。全種のドラえもんですね。ドラえもんで裏にはね、こんななんかドラえもんの劇場版だったり、この紙ですね。で、僕が当たったのは、24番映画ドラえもんのび太とブリキのラビリンスっていうね、24番なんですけど、残念でしたね。シークレットじゃなかったです。24番です。24番、 これが出ました。あー、組み立て系か。でも簡単なんですよね、これ。あー、ドラえもん、かわいいな、ドラえもん。これか。はい、すぐね、できるというね。早いっていうね、組み立てが簡単っていうね。あれなんで、今回、はい、こちら、24番の、24番の、映画ドラえもん、のび太とブリキのラビリンス、ようわからんな。この映画です。この映画、ドラえもんの映画。で、24番。これが出ました。他にもね、いろんな、ね、種類があります。1番から、38番まであるんかな。すごいですね。あー、シークレット目当てに出したかったな。僕ね、いつもね、チョコエッグ買うときね、シークレット目当てに買うんですけど、今回ね、シークレットじゃなかった24番ののび太とブリキのラビリンスが、いろんなね、これ映画をモチーフにしたね、あの映画なんですよ。映画ですね。ドラえもんあんまり映画見んのですよ。のび太くん、これあげよう。トゥントゥルー、
チョコエッグフィア。そんなのいらねえよ、ドラえもんのバカ。一人やってもつまんない。これ飾っときます。念のためにこれ飾っておきます。じゃあ、バイ。